いやー、フローレイティアさん、俺らを任務途中で呼び戻して一体何をさせるつもりですか？添い寝でもマッサージでも一緒にお風呂でも何なりとご命令ください。ほう、やる気満々だな。じゃあまずは少し体を温めましょうか。いって、なんで俺まで。体も温まったことだし、そろそろお前たちを呼び戻した理由を説明するぞ。今回のターゲットは AI アウトという組織よ。彼らは人権を守るという理念を掲げて、ロボットに仕事を奪われた失業者たちを集め巧妙に扇動した。その結果は当然、集めた負の感情が暴走し、理性を失った失業者たちはやがて強行に手を染めるようになる。そういうことですね、フローレイティアさん。そ、 AI アウトの黒幕が望んだ通りにね。最近 AI 関連の研究機関が正体不明の者たちによって次々と襲撃されているの。おそらくこれは AI アウトの黒幕が失業者たちの士気を高めるために仕組んだこと。これからもっと大きな混乱を引き起こすためにね。それって俺たちを呼び戻したことと関係あるんですか？情報によると AI アウトの背後に新人組織がいる可能性が高いのよ。新人組織か。確かに動機は十分ありますね。情報同盟も同じ結論よ。だからこの事態に対応するために一時休戦して手を取り合ったわけ。というわけで、現時刻をもってお前たちには新たな任務を命ずる。任務とは、襲われる可能性の高い研究施設の防衛。可能な限り襲撃者は生け捕りにすること。わかったか？